ですね。はい。では、免許証の保険証か何か、身分証明などもお願いします。職場でもらったんですよ。あ、1万円の分はですね、これ使い、結局これお釣りが出ないようなもんですから、5000円のと、先生、金額が大きい方が、あれなんですよ。率が悪くなるんですよ。1000円のとか5000円のだったら 95% なんですけど、うん、これはちょっと 94% になるんですよ。1万円のは。はい。嬉しいです。簡単でも嬉しい。10万もあったんです。ああ、そうですか。うん、だけど、ちょこちょこと使いたいなって。ああ、なるほど。今度また行くのも少し、写真の中で行くのも、わかります。困ったくなります。箱物ちゃんと出せばいいんやろうけど。いやいや、それはあれです。関係ないですか。はい。いや、本当困っちゃったな、困った。そうですね、まあ、お売りになるのは目減りしますからね。指定してやるから見張りになる動きだったのかな。そうですね、うん、そういう理由もありますね。はい。そこに交渉しに行けばいいやろ。そうですね。いや、それと結局お釣りが出ないから、要はそのなんていうんですかね、これを超える分にはいいんですけど、そうなんです。うん、お釣り出ないから結局、それが細かい方が良かったりはしますね。うん、だから、かえって10万円とかの一つとかだとちょっと困りますね。ああ、1枚がね。はい。あと、使う範囲がやっぱ狭まれてるところのやつはやっぱり、パーセンテージが悪くなりますね。はい。いいよね、まあね、監督で一つやもらいたいです。買ったわけじゃないって思う。そうですね。元はね、それを言うたら、もう、下着すすめのおばあさんみたいな感じでね、もう欲ばっかり出したらですね。そうなんですよ。元は思えばね。そうそう。ありがとうございます。こちらがですね、28,200円になります。はい。はい、すいません。28,200円で書いていただきまして、ご住所、ご職場の前、手になってお願いします。じゃこれは092ですかね。それそれ。あ、東区の旗で、この番号から始まるんですね。あれなんですか、光にしたら、ああ、そういう番号なんですか。へぇー。あれ、691とかなんか、そうです、そうです。はい、はい、はい。そうでしょ。そうですね。正しくはいいですか。はい、結構です。で、初めてのお客様にアンケートにご協力いただいているんですが、私どものお店は何でお知りになられました。いや、結構、家庭にもともといたんで、はい、引っ越したんですよ。あ、じゃあ、だけど、ここで、もともと、ほぼ金券、逆に買うこともあって、職場でこう、みんなに配るのに、ここで買って。あ、まあ、それありがとうございます。でも、お店そのものをご存知だったってことですね。ありがとうございます。貼ったもん、あれですもんね、ここからこう、なんていうみんなが知ってる、裏道通ってったら近いですもんね。実はですね。全然、こう、なんていうか、こう畑の中をこうね、行くような道ですけど、実は、すぐ隣ですもんね。そうなんですよ。川の向こうの、ちょっと本当に、締めとか、末の奥の方とかに行くの考えたら、こっちの方が実は近いですもんね。近いですよね。で、なんか、この頃、発達は少しこう、あれでしょう、ほら、なんか、お店屋さんも結構増えてますよね。そうなんですかね。うん、でもね、昔は、この辺、要するに、サティとか、その、結局、ルクルとかある前は、皆さん、よく、ここ、ここお店の出店の関係で25年ぐらい前に来たんですよね。だからその時、ご近所の人と聞いてたら、みんな貸しに買い物行くっておっしゃってましたもんね、昔は。あ、昔はね、貸し、JR 乗って、貸しの家切り通りに、市場とかがあったから。ああ、そうですか。そこに買いに。はい。発
で、それがなくなったから、まあなんかほんとちゃんとまだまだも買い物行くって言ったら、その、柳橋に買いに行かれる方もまだ今いらっしゃいますけど、そこ行ったら、市場らしい市場がなくなるようですね。だけど、もうちょっと、吉塚がギリギリ頑張りようじゃんから、あ、頑張ってもらわないかんですよね。やっぱこう、要するにほら、魚屋さんとか、八百屋さんとか、ね、ああいうこう、店主がこう、ちゃんとこう、引っ張ってきて、あと野菜とかもそうですけど、スーパーじゃなくて、ああいうのはですね。昔、今はどこなの？昔はね、あったんですよ。いや、今なんか、逆に言えばこう、なんかオフィスが、だんだん大きなビルがボンボンボンで立ち寄るような感じで、千早とかの辺ももう、車でこう、追いかけて、そうね。お年寄りがゆっくり買い物するような街じゃないですもんね。でもだんだん、実はでも世の中は年齢が多い人がこうなったじゃないですか。行くとこがないんですよ。だって、私びっくりだけど、ちょっと自分がほら、まあ、私は一人だけやっぱこう、セブンイレブン行くんですけど、時間帯によったらもう、わーってもう、渡り見回すの、みんな、シニアだらけですもん。うん、っていうぐらい、買いに行くとこがないんですよ。この辺は全然。逆に。そういうの、ちょっとありますよね。いや、結局、あれって奥の方でしょ？夜やら暗いですよ。で、ちっちゃなお店だから、もう、要するにくたびれとんしゃけん、みんな頑張るから。あれ、それって言い方あれやけど、くたびれとんしゃけん。うん。もうちょこっととか言ったらね。昔の町は結構田舎町で栄えてましたよね。富山とかしてます。あ、で、それがセブンイレブンなんですよ。あの辺ちょこちょこっとこう、なんかね、なんか、こじんまりはしてますけど、あ、ねうん、ありました。そういうのあったら、まあ、なんとか黒いよだけど。その、ものすごく特別高級品を望まないればでしょ。うん。高級品が来たよ。いや、高級品ですね。うん。無事しよう。うん。なんか、人だか悪いのかあれですね。まあ、悪くはないけど。悪くはないです。でも、こしやまちは、あれですね、その、ルクル効果かなんか知りませんけど、うん、九州で今一番人口が増えよう場所らしいです、この辺は。そう。で、子供の出生率も、全国で4位。結構みんな多くの人が土地を守っていて、なかなか土地があっても、なんでしょう。うちの実家、それこそ、言葉なんだけど、でも、あの辺みんな、売れんじゃないかな。いや、売れることはないじゃないかな。だけど、それこそ、ルクルが結局ほら、要するに、借りてそこ人じゃないですか。だけど、固定、いわゆる、家賃収入があるでしょ、うん、ただ、それで結局、ガス屋町自体が税収を潤うよっていう。ほら、だって、高校だけでしょ、でも潤うよ。いや、でもほら、ガス屋町に税収が上がるっちゃけ。まあ、一応、ガス屋は、絶対答えだろうけど、人口ってもこちらに集中して、増えるじゃないか。そこじゃない。他の方じゃなくて。この花ヶ浦とかはもうすごく人が増えようじゃん。高いですか？なんかあんま変わらなかった。あ、そう、張ったと？張ったとあんま変わらんで、はい、で、こっちの金額、青の金額がちょっと外れてた、ね。いや、一応稼いだけって言うんだけど、それこそこの坪の境目みたいなので、ね、それも、ね、50坪切れて1200万とか。あなんでこんなにもなんかこの300万とか、どれだからねっていう感じ。ああ、やっぱ。年取っていくのにね、うん、行けないバスな。そうそうそう。いや、だけどやっぱね、なんだかんだ言いながら、ほら、車を運転しなくなる時の時に、うん、電車が繋がったことって結構大事やったりはしますよね。博多駅からほら、やっぱちょっとあるでしょ、なんか病院に通う。なんかあるじゃないですか。年寄りになったとしても。便利やもんね。便利ですもんね。そうですか。ただね、ここがね、わーっと思ったのが、ほら、ここで電車が通るでしょ。ただね、電車ってやっぱりこう、線路に傷をつけながらバーっと走るようで、ものすごい鉄粉が吹いてるんですって。あ、そうそう。だけ、高級な車とかは、うん、よーっと見たら、その鉄粉がバーっと刺さっとおとけな。そう。だけ、ほら、私が自分は1000件あれやけど、手でワックスにしちゃうと、上にしちゃうと、っていう、言われたの。高級車は止めるとこじゃないって、ここ。うん、だけどもうそういう。でもそれでも、やっぱほら、新車って最初は気になるじゃないですか。鉄粉がバーってついてる。もう、前の車は誰か飛んできてるよ。なので、いや、だけどやっぱり、こういうじゃないんだけど、電車がダーって通るところの脇に住むっていうのは、やっぱ、ちょっといかんですよね。だから開けとって。うるさいですよ。うるさいし、鉄粉を振ってきようって言ったら、いいことないですよね。車に限らずね。ね。そこにこう入ってきて
そうそうそう。だって、その頃言ったら、ねえ、あば、そんなもんあるやろとかね、後から、もう、ほんとそうあるんですけど。いや、そうか、とか。便利さと、そういうのも、なんか、うん、いろいろあるな、とか。確かに便利な一本の目をしたんだけども、後からもう出てくる。いや、私もですね、厚かましく、結局、あの、ほら、今、はっきり言って低金利時代じゃないですか。で、どうせ、ほら、そういうこと買って、商売しながら乗ることとか、そんなのが安かったら、もう、粕屋町の場合は、そんな物件が出たら、すぐ売れますよ、そんな、そんな、あの、あれ、なんていうの、ぼーっと、あの、誰も売れんで、あの余っとそういうのとかいう、あの、面白いいい物件とか、ありませんって、不動産屋さんとか、やっぱりね。あ、そう。いろんな、その、行事とか。ああ、例えばどんなの？寺だったら発見するとかね。なんかいろんな行事とか。ああ。逆にないけん、気になってくるけど。ただでもさ、田舎の良さで、そうやって新車兼、ほら、どこどこの誰とかさんがちょっと分かっとうっていうのが、治安を守るっていう意味はありますもんね。あ、よく言うわね。あのね、うちはね、とにかく、この草取りを、あの、ほら、ま、要は、あの、出らんで、罰金ってことで1000円払っとけば、ほら、ま、業者も入ってくれて、ま、してくれるから、あの、あれやけども、これも母の、あの、あれでね、結局その、1000円を惜しむんじゃなくって、その、罰金払うんじゃなくって、ちゃんと地域の人に、あの、ちゃんとこう、顔見知りになっとくっていうんで、ちゃんと出なさいっていうのが、あれでしたね。あの、結局地域で、ご商売を、商売をさせてもらってるんだから、1000円で済むことじゃなくて、出なさいっていうふうに言われました。で、結局の中ではビーンって草刈り機のおじちゃんとかの、多分それはこう、拾いようだけど、仕事なんですけど、それで、やっぱりほら、どこ、あ、ご近所の子なんやね、とかいうのもわかるから、そういうのはね、逆に、私は大事かなと思うんですよ。あの、もう地元やけどね、逆に嫌だよな。私はね、ああ、そうか、私はね、もともと、福岡市博多区の生まれやから、みんな、右を向いても左を向いても商売屋で、もうどこどこの誰とかちゃんが当たり前の博多村みたいなところで育ったからですね。逆に、校内暴力大前世紀みたいな世の中ではね、全然なかったですよ、逆に。もうみんなほら、自分のとこの、ね、看板背負って、こう、ほら、人をような声で、目も当てられる不良がいないところやったから、街の真ん中やったけど、村みたいなところなんですよ。で、なんか悪い、あんま悪いこと言うと、ほら、男の子やったら山笠出さんぞ、みたいな。うわぁ、ね。そういう、こう、人のつながりがある良さは、ただね、男やないけん、絶対山に出おらんやないですか。これ、あれはね、大変なんですよね。あそこに嫁行ったら。もうそら、何もかも背負さないからってね。だけまあ、なんていうの、地域のこう密着度が、あの、密度が高ければ良かったり悪かったり。付き合いももちろんしてるけど、あ、そうですか。で、これ今、マンションになったら、どうかしたら、隣の人とか、誰か知らない状態でしょ。そうそうそう。で、これがもう今当たり前でしょ。良、うん、かったり悪かったりかなっていう気がします、ね。そうはね、やっぱね、寂しいかなって思うけど。もう家とかやったらもう沖縄付き合いときはもういいから。なんか、うん。そこは大丈夫だけど。じゃあ、あれでしょ、その、まあ、もともと農家じゃないけど、昔からのしきたりみたいなのをちゃんとせないかっていう、こう。そういうのやめたらいい。私はそういうのをどっぷり知らんかもしれませんね。でも、あれですよ。なんか、ちょっとため池みたいなところの、ほら、それが公園とかなったら、お水の問題とかでやっぱり、こう、要するに、農業される方は、お水の問題ってものすごくやっぱり深刻みたいですね。ああ、だけど、川がもう流れてきて、水が出てたら、地域が流れてきて、あっちがあれだけ、飲み食って、死んでない。ああ、江戸時代とかだったらどうかしたらそれでね、殺人とかもありよったぐらいだから、うん、歴史からするとね。だからね、ちゃんと考えて、仕事で全部やってたら、ね、全部やって、いいよって言った。でもお水ってやっぱどうしようもないですもんね。その、びちゃびちゃになるときと、水も引かさないかんときと、大事なね、時期があるでしょうからね。そんなのでやっぱごちゃごちゃやっぱり。結構ね、私そういうのも、ほんと上手な言い方だったときも、そういうのは家で言える。
逆に。あの、私は生まれて目の前が、私は生まれてすぐ、あの、水仙といえどアスファルトで育った思いやけん、逆に歩き寄ったら、あの、畑があるような、谷地がおったりして、私からしたらなんかもうジブリの世界の新鮮な、おーみたいな、なんか、すいません。あの、で、変に都会で育っ、まあ、要するに田舎で育ったもんやから、要するに、変にほら、あの、土のこととか新鮮なんですよ。うん、お米作り禁止あったりとか、畑をちょっとしたらこう、畑でできんじゃんしょ。あれ、基礎がないと何もできんとですよ。はっきり言って。そんなできんじゃんしょ、すごいなと思います。ほら、よう今、東京とかから、あの、リタイアして、糸島に住んだりとかしてあるじゃないですか。あのか、で、うちの、あの、お嫁に来たおばはもともと糸島で、考えられてて。やっぱ、まあまあ、だってほら、それの、の農家の大変さがあるじゃないですか。ちょっと不安定じゃないね、あれ、結局ほら、あの、せっかくしたけど、やっぱり収穫がうんぬんって、農業結構不安定なところがあったりするからね。農業をその主体で仕事するっていうのは。何の仕事か。生き物一択で結構作れるんだけど。先生で昔よく言ったら、あの、なんでお休み取られちゃうのかなとも聞いたら、もうあれ、おうちがけは兼業農家やけん、ほら、はね。そればせない関係、先生はここはお休みみたいなね。そこの、なんで休んじゃったのかなって聞いたら、いや、あれ、実家があれやけんとか、その、お嫁さんの実家がそうやけん、それを手伝いに行くとかね。じゃないと、まあ、できんというかね。終わらんけどね。その繁忙期にね、やっぱりみんなで一斉にせないかん。いや、でも逆にね、全然私そんなのがなかったから、尽くし取りに来らん、これ、来んねって言われたりとかするけど、もう、そんなのがなかったら、なあ、そんな土の経験がなんもない。私も娘と、今度だけそういうこと言ったときに、お金、準備もしようけど、まさ土やから、まさ土にいいんだけど、もう、人を使うの。みんなから聞いろいろ聞いて。逆にね、はいはいはい、できるもんだけど、いや、そんなこと知らんってこと。それ何土はどうやって作るんですか？もう自分のところのあれでずっと作っていこうと。土は一角に、摩擦土が水まとまって盛り詰めて。摩擦土ってそれ何？サラ土の。砂じゃないけど、摩擦のっぽい。だけど栄養分になるのに、はい、そこに摩擦土の土を入れ込んで、1週間寝かせたところに、あの、牛粉がある。で、それはもう何売りを、おやつを買ってくるんですか？そう、混ざってますね。へぇー。まあ、いいかも。でも、そうやって、そういう牛糞とかに、こう、要するに、触って手伝っておこう。っていうのはアレルギーとかになりにくいらしいですね、実は。あれ、あんなのに触る、こう、機会がないけん、みんな弱いとらしいですよ、逆に。今。なるほど。変に無菌状態すぎるけん。で、あんなの方でするけん、昔の人はそんな、今、アレルギーみたいなのは。そうでしたよ、昔。あ、だってあの、田舎はね、田舎って言ったら申し訳ない。あの、水洗トイレじゃないけん、要するに。ね。どうしても、お家から離れたところにあるじゃないですか、それが。で夜、それがね、そこからなんかこう、手が出てくるような、なんか勝手な妄想ですよ。でももう、トイレに行ききらんわけ。いや、ついててもらって、私のちっちゃい時。それで、なんか、あの、さや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 風が吹きようのが、誰かがささやきようように聞こえるわけ。はい、あれ、こう、あの、草木の音がね、なんか、もう、そう、勝手に想像して、もう、お化けがね、気持ちいい前だ。そう、それでもう、あの、なんていうの、その、夜のトイレに行くのは、はぁーって思ってましたね。何が一番あれって言ったの。私の方がもそこらに自分自身されてるのに関してね。ね、クズでしょ。いや、本当になんかね。落ちそうで、なんかね。で、なんかこう、じゃ、ほら、なんか変に想像力がたくましいんでしょうね。ちっちゃい時って。いや、なんか出てきそうな気がする。気がしますよね。するする。で、まだそのオカルトっぽいようななんか映画がそんなのやったりとかあれじゃないですか。まあ、あれ思い出したけど、思い出した。ねえ、怖かったもんね。なんか失礼します。長話しちゃったよ。左手の人差し指で軽くで結構です。こちらにお願いします。ありがとうございます。ああ、ありがとう。はい。けどだんだん、なんか、この辺は、ネットタウンにどんどん、
あるようですし。ねえ、うん、ジャムができて、ルールができて。うん、あの、だって、通い町家公園のあの雰囲気って、うん、あの、なんていうの、住むのに楽しそうな。そうなんですよ。何もないよね。何でもない。バスがあって、無線法いいし、結構年寄りは、そういう、あのね、スーパーもないですよね。バス停も役場のみまでがない感じ。だけど、ほんと、コンビニかスーパー、あの、うん、あの大きいかちっちゃいかしかないでしょ。いやー、あの、かっこいいよね。いや、駅の近くで人が高いの。そうです。それが、私ね、それがいかんなの。それと、あと、なんかあった時に、浸水するところは嫌だなと思うんですよ。ねえ。ここら辺は、ここはね、おかげさまで、高原高台だけ、あの、あそこ。大木橋のところは一回沈んだことあるでしょ。でも、ここは沈まないんですよ。で、そんならば、やっぱ考えますもんね。ただ、あの、だんだん世の中、あれ、事情変わっていくでしょ。そう、昔は春道がメインだったからね。そうでしょ。そう、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 あのね、あれなんですよ。地下鉄が、地下鉄の空港駅から、春町に繋がるかもしれないって聞いたんですよ。それでここに来たんですよ、うち。え、繋がるくらいだと思う。全然話は全然。いや、あの、開けて、JR と福岡市市営地下鉄ですから、うん、なかなか、すまなかったし、立ち切れたみたいですね。だけど、その、向こう側に有力な企業が来んとダメらしいんですよ。ただ、繋げろみたいな話になっていくんですよ。そういう引きが、NTT がね、なんかゴーンって、みたいうん、ゴーンとなんか大きいのが来てくれると、繋げろって話になっていくんですね。ねえ、大きい人もいますね。だけなんかそういう、こう、うん、人、なんか集客。だから、向こう側は、タワーとか、違うの、こう、あの、筑豊の方は、まだ土地が空いてるでしょ。だからそこら辺に何か持ってくるとかいう話が来たら、ひょっとして。全然やっぱり気候が違いますもんね、山が。山の高さがこう、あれ見よったら違う。やっぱ、ほら、平地の高さ。うん。ですね。でも私、太宰府でも思いますよ。だって、こっちが雪降ってなくても、太宰府のあの、あそこのほら、天満宮に、雪がふーっと降っとったら、あ、やっぱこっち寒いじゃねえとか思いますもん。山津田さんね。ねえ、盆地っていうかね。本当家とかそういうのは、あの、いろんな地理の言葉考えて、すまんと、あれですね。そうですよ。自分だけ、まず、老後のことと、子供が結婚して、孫ができて、学校っていうのを考えて、全然できなくなって、買い物に行くことと、バスなりね、どうしてもね、近くにあればいいんだろう。それがやっぱり大事なことだと思う。まあ、あそこの近くなんですよ。梅田。ああ、はいはいはい。下りはスーパーなんですし、バス停もあるし、そういった感じがしますからね。あれ、なんかその辺は、本当に、あの、こじんまりとしてますけど、うん、あの、ほら、ちょっと一戸建てのお家とかなんかも立派なお家がこう、ポンポンと点在しててね。敷地がね、うん、すごい広い。そうそうそう、一個一個のお家が、みんな、皆さんなんかこうね、そうそう、なんかそんな感じで、あの、お一人お一人おこだわりのね、お家があって、なんか車通るたんびに、うん、あの、この辺は広く、うん、あの、ほら、要するに、商業地じゃないから、なかなか行きませんけどね、あの、それこそ、原田病院に行くようなちょっと用事があった時に、何度か初めて通って、へぇーと。そうそう、で、その人の人たちの半分、うちをもう売ってくれて、そこでしょ。そう、向こうに、その人の人が、そこでしょ。ちょうどいいかなとか言われて。ですね。自分とかっていうかね、一生懸命。だから、あれですもんね、ほら、自分は払う分でこう頑張ってあれだとしても、変に残したら、それ、大変なんでしょうね、相続ってね、今度はね。そう、そういうのあるじゃんね。やっぱこのこと考えたから、一応、あ、あんま大きすぎず。そう。ちょうどいいかなとか言われて。でもあれですね、ちゃんとそんなしてからね、親御さんがきちんとしてくれるんだろう、お子さんたちまたそこにね。うん、誰が持てれば言うときでも、どうしようって言っていい。とりあえず、ね、働いてくれる。自分の。
やっぱ自分の好きなね、そういうお家建てるのって夢ですもんね。そうですよね。また何かありましたら、ありがとうございます。頑張りがあるんで、またまた。あ、もう行きます。はい、ありがとうございます。